到着しました。よし、配置に着かせる。でもまだ中には多数の患者がいます。それに息子さんだって。配置に着かせるんだ。はい。心配すんな、殺しゃしないよ。大事な切り札だ。これでフォースより優位に立てる。デッドエンドも覆るさ。不満か？私はユッキーが生き残ればそれでいいもの。交渉の間、ユキテルは病院内を偵察、ガサイは人質の見張りとユキテルとの連絡役だ。偵察？僕が？男だろ。右と左どっちがいい？じゃあ右。よし、これ持ってけ。あ、来た。これって安全ピンを抜いてグリップ離せば5秒で爆発。簡単。覚悟を決めな。じゃあ始めようか。ユノ。あのさ、この場を切り抜けられたら、その少し付き合ってほしいんだけど。何？ユノを連れて行きたい場所があるんだ。ウリュウミネヌか。驚かないってことは待ってたってことかしらね。要件は？お前の考えてる通り、人質との交換条件。こちらの要求はクルス警護の自殺および逃走用の車を用意すること。断る。突入の準備は進めることだ。何だと？お前たちはもう袋のネズミだ。決してここからは逃げられん。降伏しろ、それしかない。何言ってやがる。こっちには人質がいるんだぞ。勘違いするな、ナインス。条件を出していいのはこっちだ。全員を解放しろ。出なければ殺す。正気か。要求を飲まなければお前の息子。退いたところで息子は助からん。俺には神になる以外の選択肢はない。前進があるのみだ。全体強行突入。あの野郎。